モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト秋の味覚セット8000円相当プレゼント。はい、梨大玉美味しいです。日田の新香これを2玉、それからね久留米の高級な柿大州5つ、ブドウはシャインマスカットが2房、みかんが5キロに栗1キロ、まだみかん食べてないっていう人もいると思うんですよね。これがね小粒のみかんなんだけれどもめちゃくちゃ甘くて美味しいんですよ。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。それからね秋の味覚セットっていうことですけれども、いつまでもこのセットがねできるかっていうと、もう収穫が終わってね品物がなくなったらまた、そうですよね、はいはいはい、旬のものですから、ぜひ早めにね、これが欲しいっていう方はおもろい家族送ってきてくださいね。はい、まずはこちら、女性の方美和さんの作品からいきましょう。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。いつもトラクターの中で楽しく聞いていますそうですか、ありがとうございます。今稲刈りの真っ只中、トラクターにもラジオがついてるってことなんでしょう。うちの主人と今は亡き主人のばあちゃんとの数々の笑い話のエピソードの一つ、はい、私現在54歳、結婚生活22年、主人とは20代からの付き合いを経て31歳で結婚いたしました。付き合い始めて数ヶ月、初々しい頃の夏の出来事、主人と海水浴に行った帰りの高速に乗ろうとしたらインターチェンジで大渋滞に巻き込まれてしまって、お盆前で帰省する人たちもたくさんいるんだろう、いやひょっとしたら事故と感じた主人は、当時初々しい彼氏と彼女の関係だったので、そうだ交通情報センターに聞いてみようと携帯電話を取り出して電話をかけ始めました。ここまでは普通の行動だと私はそばで見守っていたんです。主人は携帯電話の設定をワンプッシュダイヤルにしていて、はい、もう今のスマホの時代にもうね同じぐらいの世代とかちょっと下の世代ぐらいしか分からないと思うんですけどね、はい、主人はワンプッシュダイヤルにしていて0番を自宅に設定、かける頻度が高いから0番に自宅の番号を入れていたみたいで、交通情報センターの番号が市外局番の0から始まるんで、そこで0を押した時点で即自宅につながってしまって、発信音から電話の向こうに出たのは主人のばあちゃん。ここで付け加えておきますが、主人は極度の思い込みが激しい性格、そこでもうつながった時点で頭の中は交通情報センター、何の疑いもないまま電話口で普通に話し始めた主人、もしもし交通情報センターですか、シーンって事故の情報は入ってないですか、あーはいはい、ちょっとお待ちくださいと言って受話器を置く音、その瞬間やばいこの声はばあちゃんやん、間違ってばあちゃんにかけてしまったと気づいた主人。しかし私にはそんな様子をみじんも見せることなく、そうなんです恥ずかしいからそういうことを私に言わなかったし悟られまいとしていたんです。ちょっとお待ちくださいから随分時間がかかってる、これはきっと家から数十メートル離れた道路まで下って見に行ったに違いないばあちゃんは火事や事故があれば野じ馬になって見に行くのが趣味、慌てて草履を履いて玄関を飛び出す姿まで想像できる、助手席で一部始終のやり取りを見ていた私は随分待たされてるな、まあだから私としてはね、はい、まあばあちゃんにつながってるっていうのは分かってないっていうことですよ ね、 交通情報センターにつながってるっていうふうに思ってますからね、随分待たされてるなと思いながらも、ばあちゃんとのやり取りとはつゆ知らず、私とは付き合い始めたばっかりなので恥ずかしくて今更間違えたとは言えなかったんでしょう。散々待った挙句事故の様子を見に行ったばあちゃんが息を切らしながら
事故はなかったみたいですよ、ありがとうございましたと言ってそそくさと電話を切った後、私が随分待ち長かったね、事故の情報ってそげん時間かかるとやろか、さばけんねと何の疑いも持つことなく、言った私にお盆でバイトの人雇ってるんじゃないと大嘘の言い訳。随分経って真相を知った私は大爆笑。この話は今でも語り継がれ、ばあちゃん故人を偲ぶいい機会になってます。あねえ、まあなんていうか言えなかったそうなんですね。ねえ、番号ワンプッシュダイヤル、うん、ありましたね。ありましたね、はい、ワンプッシュダイヤル。僕なんかはね、登録してることなんてほとんどなかったんですけど、ね、私も登録してなかったですねゼロしたらもう繋がっちゃったんだということですね、はい、さあそれからね、これもいきましょうか。男性の方ですね、マサトさんです。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは、いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。今日は午後から初めて兄弟3人旅に出かけます。へー、場所は水俣の温泉旅館。おー、それぞれ家族がいるんですが、3人で行っといでとみんな優しく送り出してくれそうです。50代の方ですね。僕は双子なんで、双子の弟と2つ下の弟、50歳過ぎたおっさんの3人旅。へー、目的は25年前に亡くなった育ての親である祖母の遺影を連れて4人で行く家族旅行なんです。コロナ前に計画していたんですが、やっと今日叶います。うちは両親が僕が小学校1年生の時に離婚して、複雑な家庭の事情でばあちゃんに預けられました。ばあちゃんは貧乏ながら僕たちを一生懸命育ててくれました。それこそ命を懸けてです。ずっと貧乏だった我が家ですが、愛にあふれる楽しい家族でした。今でもよく覚えてるんですが、ちょっと離れたところにあるスーパーのチラシに牛ソフト焼肉 100g98 円、これが我が家の大ごちそうでした。この広告を見るとばあちゃんを喜ばせたくって、ばあちゃんに1000円もらって自転車で買い出しに出かけました。授業参観や運動会は他の生徒はお父さんやお母さんが来ていたんですが、我が家はずっとばあちゃんでした。思春期になるとさすがに恥ずかしい気もしていましたが、やっぱり自慢のばあちゃんでした。誕生会の時は双子なんで、僕の友達と弟の友達が狭い団地の部屋に集まるんです。必ずカレーを大きな鍋にたくさん作って、友達たちをお腹いっぱいにしてくれてました。今考えるとあの時のお米とか大変だったろうな。それぐらい貧乏でしたから。本当は僕たちはばあちゃんが生きていた頃に僕たちだけの力でばあちゃんと4人旅に行きたかったんだけど、今はもう叶いません。でも今日は4人で楽しんできます。ばあちゃんも生きてたら103歳、50歳過ぎたおっさん3人はあの頃のクソガキとは違ってて、今日は戸惑うかもしれませんが、間違いなくあなたの命よりも大切だった孫たちです。今日は思い出話を魚に、美味しい酒をたくさん飲もうね。いやーきっと絶対泣くんだろうな、昔から涙もろいし。それはあの頃から一丁変わっとらんよばあちゃん。ありがとうばあちゃん、では行ってきます、というねメッセージいただきましたねえ、はい、まあ本当だったらね、なんていうかね、その時に行きたかったっていうのはあるんだろうけれども、はい、まあなかなかね、こう自分がこうね一生懸命やらなきゃいけない年代の時もね、はいはい、あったりするから ね、 そうですね、そういう時っていうのは、うん、まあ仕事とかね、まだ家族で子供がちっちゃいとかいろいろね、あったりするんでしょうけれども、まあね、今日こうやってまた兄弟3人で、旅行に行けるっていうのは、それこそ、はい、ばあちゃんが一生懸命ね愛を持って育ててくれたからこそ、こういうことがねまた叶うわけでね、だからまあ
ね、後悔がないなんていうことは絶対ないんでしょうけれどもね、親孝行とかばあちゃん孝行とかじいちゃん孝行に関してはね、でもやっぱこうできる限りのことをきちんとやっぱりねやっときたいなっていうふうには思いますよね、はい、以上おもろい家族パート2でした。